吉田さんお疲れ様です。あ、黒沢ですか。なかなか面白かったですよね。あれのつかみもね、なんかすごく印象深くって、あのやっぱこう自分の感動じゃないものに熱中してるってことなんですよね。誰かプロ野球の選手が勝ったとか負けたとか、映画の中でとっても感動的なストーリーがあったとかなかったとか、結局自分の人生で足りないものをそういったものによって代謝行為を行ってる、で終わっていくって感じですよね。だからこれがね、吉田さんもお感じだと思いますけど、ビジネスにも言えることであって、まあ、自分がね全然うだつが上がらない時に、自分の身内とかがなんかうまくいったことで安心しちゃうんですよね。で自分は実際あんまり変わってないみたいなところとか、あっちこっちのコミュニティに入ってそれでなんか詳しくなって安心するとかね。もうネットワークビジネスなんてね、最たるもんでね、あっちのネットワークビジネスはこうでしたよ、あっちはこうでしたよって妙に詳しい人がいるんですよ、でそういう人は儲かってないんですよ。でそもそも儲かっていたら他に行かずに済むんで、それ1点でずっとね突破できるんですよね。だからちょいかじりして向こう行って、ちょいかじりして向こう行ってみたいな感じで、まあ全然移り気だと全くこの根っこは生えないかなっていうところと、ただやっぱりあれこれやっていたっていうなんか安心感とかがね、その人をもう完全にがんじがらめにしちゃうんだろうなと思いますね。あとはあの黒沢に出てくる好きな言葉で、このオレオレ主義っていうね、俺の弁当、俺の席、俺の番、オレオレ主義みたいなね、このオレオレ主義がなんかすごく、まあ当たり前なんだけども物事を遠ざけてるような気がしますよね。なんか我が身可愛さではなくて、誰かのために生きていくこととかってやっぱりゼロじゃないと思うんですよね。 100% 誰かのためにってないと思いますけども、なんかね自分のためだけにやるとモチベーションって案外落ちるんで、だから自分ができなかったら誰に迷惑をかけるのかなとかね、誰を支えきれなくなるのかなっていうふうに考えると、なんかちょっとね人は一人で生きていけないっていうことの意味がわかるのかなというところで、オレオレ主義も使いようということなんじゃないですか。